はい、どうも解決と申します。最近ひげを全然剃ってなかったらですね。あの娘にエンバーに似てるって言われました。ひげだけね。えっ、ー、と今日は乗り物のスピードなんか早げな乗り物だけちょっとやって試しにやってみたんですけど。はい、その動画です。 あとあのー、最近よく思うのはあのあれですね「デコスケさんのスキンをちょっとそろそろ出してほしいな」っていうのと「デコスケのウルトシールドダメージを与えます」って書いてあるのいつになったらダメージ入ってくれるんですかねあれね本当にはいということで、えー、まずあ小技ごめんなさい小技なんかなこれな、ね、ほら。 ね、桃井さんのフルトって屋根がないとこだったらこうやって室内でも出せるんですね。でこれ出して呼んだ瞬間煙玉をポイッと投げてこの下に隠れると相手からしたら「あら煙桃井さん見えなくなった桃井さん見えなくなった」と思って煙が晴れたらね <laughs> 物資になってるっていうこうね忍者のようなね技ですよね。でこれね <laughs> 物資になってるんですけどちゃんとねあの銃口はねちょこっと出る出てるんですよね打つとほら銃口出てる打 <laughs> つとちゃんと弾出るんでほら弾痕出てるじゃないですかこういうねこういうことしないようにしましょうねもう隠れたら隠れたままもうあとされるがままですこれダメ <laughs> 撃っちゃダメですからねこうもうほんとグリッチだからダメですやっちゃうただこうちょっと面白いなと思ってやってみました えとで乗り物か、乗り物はなんだっけ、あの、なうんまあ、み見てから <laughs> ぐつぐつ、乗り物の名前も全然分かんないですよ、知っています、皆さん、大丈夫ですか、私、一個も分からない乗り物の名前、ガンダムとか、アイアンマンとかあの、スーツしか知らない、あれも合ってないし、はい、じゃあ、ちえど雲雲、俗に雲、違うな、あれはスパイ、これ、なんて言うんだろうね、まあ、カニさん、カニって言ってる人も聞いたことあるな。 カニさんの,あれです、ね、あのスピードですこれねあの訓練場1周回れるので、はい、1周まあ無駄に長くなっちゃうからこれカットしようかなやっぱりカットしながらやった方がいいのかなそしたらすげえ早く終わるな、まあ、カットしようかなとりあえずあこれね失敗ですね失敗あのあれ出してなかったさ <laughs> ストップウォッチストップウォッチ出してなかったんでちょっとストップウォッチしますね こストップウォッチしたら、ずっとストップウォッチで時間測ってたらしくて、10日ぐらい経ってますこれ241時,24時間も経ってる <laughs>。びっくりした。これ一番びっくりした。はい。じゃあ、スタートします。よーい。よい。ちゃんとやったはい早い。よーい,い。何してんのよ。い。スタートして早く。よーい。スタート。はい。スタートしました。カットした方がいいかな。 カットででカカッットトいきますいやカットしたらいやこれちゃんと本当測ったのってなっちゃうからちゃんと見た方がいいか1周カニさんだけちょっと見てみましょうかねあの景色を眺めながらね <laughs> そうですねせっかくなんでそうですねあのセルフ質問コーナーはでもやりますかねこれはいじゃあ今日来たお便りは はい。解決さんは、なんでそんなに元気なんですかあ、あー、はいはい。えー、っとですね。それは、あの、ご飯をたくさん食べます。はい。ご飯たくさん。ね <laughs> <laughs> こう見えてね、全然元気じゃないです。本当闇を抱えてるというかね。空元気っていうんですかね。はい、<laughs> 気持ち悪いな、この質問コーナー <laughs>。 はい、到着しました。50 55秒ですね、55秒。だいたいです、もうざっとですからね、これ。あの、あんまり信用しないでくださいね。しまあ、信用してほしい、ちゃんと、まあ、測ってはいるんですけど、ただ、誤差があると思っていただいて、はい、次、この、なんか、早い、早げなやつですね。なんか、ファイヤーするやつですね。ファイヤー、ファイヤーカーですかね。 これね結構乗ってる人多いんですよ4人乗りだし猛者の人がねよく乗ってくるんですよこれに乗って突っ込んでくるんですよもうほんとやめてほしいあれもうほんと来られたらおなどうしていいか分かんない打ってもね4人乗っててなんかあんまりダメージ入んないし硬いしじゃあ降りてくると待とうと思ったら待ってたらねピョンピョンって4人ぐらい一気に降りてきてすぐ見つかってね422い <laughs> あれですかねこれはあの上 中級者か。中級者編で出る技かな。これね。あの、なんていうんですフォーカスされるんです。フォーカス。フォーカスっていう技ですね。これやられとも本ほんと、一瞬で解けますからね。あー、着きました。はい。49秒。50秒ぐらいかな。早い。うん。カニさんより若干早いですね。で逃げるときはね、カニさんで逃げても追いつかれちゃいますよっていうことですかね。はい。じゃあ次。これね、バギーさんです。バギー。で、あの、 某有名な漫画の、ね、バギーでねバギーねバイも早い早いんですよ早い体感なんか早い速そうな音を出してくれるから早く感じるんですけど実際どうなんですかねバギーそうなんかね海外のマギーマギーとかバギーとかな何何 <laughs> <laughs> マギーさんマギーさん使いのちょっと動画がショーとかなんかねポロって出てきたから見たらこうバギー使ってねすごい無双してたんですよ。やり方後でちょっとね動画にしてみようと思うんですけどバギ,ーで走りますでバギーこれピョーンってなんか変な,なんか <laughs> 小便小僧みたいなね <laughs> なんかレーザー出して円の範囲内のシールド敵のシールドを削るじゃないですか。 あのあとすぐにロボットにチェンジしてファイヤーして降りて撃つってそうもうほんと削られまくった状態で戦うあっつきましたはい50秒ですね大体バギーさんとファイヤーカーさんは一緒ぐらいですかねはいあそうそうそれでなもう23人相手にやってるんですよあれすごいなと思ったうんやってみたいなと思うんですけどできないですね自分じゃねやったんですけどもうすぐ車ごと壊されるっていうね はい、次これ意外と前使った時にこれ何ですかこれあの4 <laughs> さんって言えばいいんですかこの戦車さんはい戦車カーですかねこれもねなんか前使った時ねあのバギーさんに追いつけないにしてもまあ離されることもなかったんでちょっとは早いのかなと思ってちょっと測ってるんですけどまあ ままあまあ早かったと思いますこは、ね、でもねほらねファイヤーカーさんはファイヤーしながら引いてとかバギーさんはそのポチョンっておしこみたいの飛ばしてロボットになってファイヤーとかできるんですけどこいつね大砲戦車型になって大砲ってあんまりなんか強くない感じはしますよねはい着きました55秒おーおーおーカニさんと同じぐらいですね カニカーニと同じぐらいのスピードになります。は意外なんですよね。意外とカニさんぐらい早いっていうね。で次これあんまりこれね、そうなんとなくこの辺のふわふわしたやつ全般同じなのかなととりあえず一個ふわふわしたやつやってみようと思ってバイクをやったんですけど、これインインこうインついてインついてアウトインアウトちゃんとやってますからね。これ見てていただければ。 わかると思うんですけどアウトインアウトイン、はい、アウトで向こうのコーナーここねインしてアウトしてここアウトからインんでんで透明化したのかちょっとわかんないんですけどねはいこれね遅かったんですよ1分ぐらいかかったのがまあでも5秒だい、ね、速い車とまあこの中ぐらいの速さのやつ10秒ぐらい違うのかなうん。 遅いですね喋ってる間が持たない、遅すぎて。<laughs> で、こいつもね、本当に、あの、なんだ、この10ボタン、発射ボタンを押すの、なんか、ちりじりすぎませんあれ、もうちょっと、もうちょっと、なんとかならないのかなあ、1分5秒これ、10、早い車と15秒ぐらい差ありますね。これね1人で ちょっと移動するのはちょうどいいんですけどね的もちっちゃいし的としてもねはーいえー、と次最後これですねあのみんな大好きかどうか分かんないなあんまりのを使ってる人たまに後半で最終縁ぐらいでいるかなぐらいですねこの、はい「ガンダム」「もとい」ね「アイアンマン」これなんて表現したらいいんだろうこれ何、まあ、でもいいや <laughs> <laughs> これ速そうじゃないですかこ,うこれで飛ばれてたら結構当てにくいぐらい速いんですけどこれもねふわふわ系だからそんなに速くなかったような気もしないでもないですけどバイクよりは速かったかな移動するのに本当ね手軽でちょうどいいんですけどねでレーザーも,強もう凶悪なんですけどい,やいかんせん近距離はねちょっとあきつかったね近距離線はきついなはい。 まあ、とりあえずこれカットしようかこれ,これもう話すことなくなっちゃって <laughs> カットしますかじゃあしょうがないあでもちゃんちゃんとねちょっと証拠としてねこう時間ちゃんと回りましたよっていうふうにしてあげないといけないんでちょっとじゃあ何かしゃべりますか最近あのちょっとキャラクターでこすけ以外にもなんか使えシアンナも結構好きなんですよ後ろの方が好きだから前出るよりもう一人ぐらい誰か ね、使ってるようになりたいなと思うんでなんかねおすすめの解決さんこれがおすすめですよみたいなあったら教えてくださいはいえっ、ー、と1分1分でしたねあのガンダムは1分でしたはいどう早げなやつだけちょっとやってみたんですけどいかがでしたでしょうかちょっとね今度遅いやつ遅げなやつもやってみたいなとは思ってますはいすいません本当にねほんとにね 毎回グズグズで申し訳ないんですが、まあ、参考になれば幸いですえーといつもはいご視聴いただき、すごい <laughs> 早く切り上げようとしてるな喋 <laughs> りすぎたんでしょうねもうしゃべることなくなっちゃったんだなはいじゃあご視聴ありがとうございましたまたはい今後とも何か作ってきますのでよろしくお願いします失礼いたしますグズグズどうだ